皆さんこんにちは、フライデーブランニュークルーズ青木浩太郎です。はい、先週9月30日、978回目のフライデーブランニュークルーズをお聞きいただいてありがとうございました。先週のテーマがですね、数字とか番号をね、皆さんのラッキーナンバーですが、もう知らず知らずのうちに、選んでしまう、縁がある番号、盛り上がりましたね。ありがとうございました。まあ、今日もですね、この後、その放送をちょっと振り返りつつ、メール対象発表、さらには今週の金曜日のテーマもお伝えしていきたいと思います。今日ちょっと寒いんですよね。今ね、これ撮ってるのがね、10月5日の水曜日。なんか昨日まではね、とっても秋晴れが続いていたんですが、もう雨がちょっとね、ここ豊島区、東京都豊島区の私の会社の事務所なんですが、雨が、ポツポツ落ちてきて、今日はなんか寒くなるみたいで、もう今日からなんか本格的な秋というか、なんか11月ぐらいの、ね、気温になっちゃうみたいなんですが、はい、風邪などひかないように体調気をつけてください。じゃあね、いくつか先週のメール振り返りますね。ゆうとくん、はい、ゆうとくんね、まあ、ゆうとくんは高校を卒業して、自分の夢に向かってね、一生懸命精進してる若者なんですが、ついにですね、いよいよ明日上京します。だから明日だから、まあ、この間の土曜日に上京したんだね。引っ越します。フライデーを聞き始めておよそ1年半になります。その間リスナーさんとお会いできて、名前で呼んでいただいたり、またリモート飲み会は楽しかったです。フライデーのファミリーに慣れてよかったです。青木さんをはじめ応援していただいた皆さん、ありがとうございました。頑張ってきます。また近況報告のメールをします。それまでお休みします。行ってきます。いや、まあね、1年半ってなんか随分前のような気がしますけどね。って結構ね、コンボックスに、まあ、お父さんお母さんと、まあ、ゆうとくんとね、来てくれて、会うたんびにね、顔つきが大人っぽくなって、体つきが大きくなってね、たくましくなっていくゆうとくんは、本当にそのフライデーのなんか宝というか希望ですよ。はい、みんなで応援してますからね、体に気をつけて。りょうさん、その昔初めて会社に入り、給料を振り込むのに銀行口座を作ることになりました。口座がまだなかったんで、会社の経理の人に頼み、そこで暗証番号を決めなければいけなくて、あ、どうしようかなと困り、とっさに経理の年上の事務員さんがとても可愛い人だったんで、事務員さんの誕生日聞いてその番号にしました。番号を入力するために事務員さんを思い出すし、もし忘れてしまっても聞けばわかるし、一石二鳥というか、その4桁の番号は気に入って使ってます。どうなんだ、そのもう何十年も前ですよね、その事務員さんとはまだ面識というか連絡が取ったり定期的に会ったりできてるのかな。なんか考えてみたらね、その家族以外で皆さんどれぐらいの、何人ぐらいの方の誕生日を覚えてます？これ一回やってみようかなと思って、1月1日からね、12月31日までこうカレンダー見て、でなんか分かる、何人の誕生日を覚えているか、家族以外で。いやー、ちょっと何人だろう、ちょっと暇な時にやってみよう。はい、船吉さん、朝モンゴル800の小さな恋の歌がかかってましたね。そうね、この間のリクエストがアーティスト名とかタイトルに数字が入る曲をリクエストということで、まあ、これは私のリクエストというか、私が選んでねかけたんですが、孝太郎さんの娘と同級生のうちの娘と聞いていて、私が、あ、モンパチだと話し、モンパチって何の略か知ってるって聞いたら、モンパチ、モンキー8匹、モンキー8匹朝から爆笑した一日の始まりでした。やっぱこれさ、牛乳とか飲みながらこれ聞いてたらちょっと鼻から出してるな。でも若い人はモン、なんとかって言ったらやっぱファンモンとかモンキーマジックとかイエモンとか、まあ、モンキーだもんね。ファンキーモンキーベイビーズ、モンキーマジック、イエローモンキーで、モンキーはわかるけど8匹モンパチでモンキー8匹傑作だ。なにわのグロッキーさん、家族の身内に30日生まれが3人おります。私が4月30日、祖母が3月30日、ああ一緒、そして娘が9月30日だから、今日でだ、この間のオンエア日金曜日で16歳になりました。イエーイ、おめでとう。
フライデーブランニュークルーズを聞き始めた時に中学1年生だった娘が、今は高校1年生、聞き始めた当初、初の在宅勤務、それが娘のストレスになったか、部活帰りに痙攣を起こして病院に運ばれました。ショックで孝太郎さんにメッセージをしたら、これあれだよね、Facebook のメッセージだよね。孝太郎さんは覚えてないかもしれませんが、何か番組でできることなどあれば言ってくださいと優しい言葉をいただきました。その説はありがとうございました。投薬治療のおかげで先日の定期検査の結果、脳波の乱れもなくて薬の量も減らせるようになりました。発症当初はショックで泣いた夜も少なくありません。でも16年前の今日、生まれてきた娘の顔を見て僕は胸に誓いました。僕の全部で娘と家族を守っていこうと。その気持ちは選手交代できる日まで今も変わりません。選手交代というのは、あの娘さんがいい人を見つけて結婚するその日ということですかね。あの毎週毎週結婚式の司会させていただいてて、人前結婚式という挙式の中でね、お父さんがバージンロードで、バージンロードをね、神父と花嫁と歩いていきます。でそこに待つのは新郎、そこでねお辞儀をしてね、握手など交わしてこう引き渡しをするんですよ。あのシーンを見ていてね、いつか、まあ、僕もそういうシーンが来てバージンロードを歩くのかもしれないと思いつつね、最後にね新郎がご挨拶をするんですよ。結婚式の最後ね、披露宴の最後に謝辞と言って、でそこであのこれからはあのお父さんお母さんに代わって、だから娘の父母ですね、新婦の父母、お父さんお母さんに代わって僕は〇〇さんをしっかり守っていきますっていう言葉を言うの。それはどこでもいいんだけど、たまにね、やっぱり緊張しちゃうかもしれないけれども、読みながら言う新郎がいるのよ。これからはお父さんお母さんに代わって〇〇さんを守っていきます。それぐらい覚えろそこぐらいは読まずに言ってくれと思う。だからこれから結婚式を挙げるね、新郎さん、もし聞いてたら、最後のご挨拶でね、これからお父さんお母さんに代わって〇〇さんを僕はしっかり守っていきますので、ご安心くださいっていう時は、文は読まないでちゃんと目を見て言うんだぞはい、ニックグラ45さん、高速を乗ったりして眠くならないようにすることは、4桁のナンバーの左2桁を掛け算して答えが右の2桁になるナンバープレートを、これを探すこと。これは本当に見つからないので皆さんも試しにやってみてください。くれぐれも事故には気をつけて。これ帰りやりながら帰ったんですよ。1台だけ見つけた、あの5735、これでいいんですよね。 5×7 で35、5735、こういう番号を、あ違うな、あ違うなって見つけながらでもなんかナンバープレートに気を取られないようにしてね、ジョニーさん、写真の好きなシャッタースピードは125分の1です。食べ物の湯気を取ったり雨粒を取ったりするのに、最適なスピードです。ね、60分の1とかさ、500分の1とかあるよね。僕も結構子供の頃は一眼レフが好きで結構撮ってたんですけど。アンパイアさん、今日のお題番号、なぜか自分にとって野球では9に縁があるんです。高校時代試合に出られるんであればどこでも守ろうとしていたんですが、最初にレギュラーを取ったのがライトのポジションで、その時に初めて背番号9をもらってから、そうだね、ライトは9だね。その後、大学時代でもらった背番号が9番、なぜかキャッチャーだったんですが、キャッチャーって普通2だよね。就職して職場の先輩からソフトボールチームに誘われて入ったんですが、そこでも残っていた背番号が9。そして野球の審判をやるようになったんですが、そこでもらった袖番号ってなんだ、それも9なんです。へえ、すごい怖いね、ちょっとね。エリア51さん、最近は風水でいいと聞いた358を気に入ってます。風水では3が金運と発展、5が財運と帝王、8が風水最高の数で全体運を表すとのことです。車のナンバーも今の車で初めて希望ナンバーを取ってみました。もちろん358、そしたら同じナンバーの車が結構いるんですよねみんな考えることは同じなんでしょうね。よく見かけるのは1122って言っていい夫婦、もうこれ多分結婚してあれなんでしょうね、あの夫婦でマイカーを買った時に
いい夫婦でいられますようにってことなんでしょうかね。1122っても結構見かけますよね。王様の耳やコオロギの耳さん、子供の頃の話ですが、私は6月生まれなので、ウルトラマンシリーズのや仮面ライダーシリーズでは6番目のキャラが大好きでした。ウルトラマンならウルトラマン太郎、仮面ライダーですと仮面ライダー X でした。特にウルトラマン太郎は他のウルトラの兄弟と違って、ウルトラの父とウルトラの母の子供という設定がより特別感を出していたのが特にお気に入りでした。というわけでウルトラマン太郎の主題歌リクエストでかかります。聞いた？かけたよ。あのね、まあウルトラマンってね、ウルトラマンが地球上のその人間の体を借りてね、行動するじゃないですか。でウルトラマン、初代ウルトラマンっていうのが早田対早田シーンなんですよ。でウルトラセブンだったら諸星ダンで、ウルトラマン太郎、僕も大好きだった。なぜ大好きだったかというと、ウルトラマン太郎が地球上の、男性の体を借りていた、その男性の名前が東光太郎っていうんですよ。で僕ね、子供の頃ね、光太郎っていう名前がちょっと恥ずかしかった。なぜかというと、桃太郎とか金太郎とか、なんかその、昔話に出てくるような古風じゃないですか、太郎って。今大好きなんだけど、それ大好きになったきっかけというのが、ウルトラマン太郎の地球上の姿が東光太郎。ああ、ウルトラマンのお話に出てくる主人公の名前なんだって言ったところから、光太郎が好きになった。ムー君、3が好きです。何でも3のつく番号にします。野球で言うと長嶋さんが好きでした。あー、こういうちょっとね、僕らの先輩の方々多いでしょうね。大笑いのひろちゃん、私と深い関係の数字は2と9です。生まれた日が2月29日、実家の番地が2と9だらけでした。昔は4年に1回の2月29日は戸籍には入れずに、2月の28日か3月1日のどちらかにずらしていました。でも本当の誕生日である2月29日、つまり2と9が入ると充実して物事に取り組むことができます。とても不思議なものですね。また車の車番も、まあ、初めて乗り出した40年前は好きな番号を選ぶことができず、陸運局で事務的に割り当てられた番号でした。そうだね、昔はそうだったね。それから時が経って希望の番号を選べるようになりました。教師時代によく児童から、先生の誕生日いつですかとよく聞かれました。そこで私の誕生日である2月29日から、車のナンバーを229にしてみました。児童には、先生の車の番号を見なさい、それが答えだよといつも答えていました。そうすると朝学校に通勤すると、私の乗ってきた車を見て私の誕生日を知ることになっていました。今日もフライデーブランニュークルーズのステッカーを両脇に貼って運転しています。リスナーの皆さんで気づきましたらぜひ合図をくださいね。これこの間のさ話ね、面白かったよね。ここで一句、ステッカー気心知れた仲間だよ。フライデー仲間なんですね。じゃあ手振るぐらい、これで。カエル家来さん、私は5番が好きです。誕生日の25の1の位の5、ジムのロッカーや銭湯の靴箱など数字が振ってあるものは5を選びます。俺はね、銭湯行った時には、まあ、例えばですよ、野球のシーズンの時、まあ、ライオンズ好きなんで、今日の先発誰だっけな、あ、高橋光成だ、背番号13、お、じゃあ頑張ってもらうために13を選ぶとかね。今日の先発は今井達也か、あ、じゃあ11、そうだな、今日は誰々に頑張ってもらいたいから、そういう感じの靴箱を選んでますね。キャンタマちゃん、自分は昭和55年生まれね、さらに5月生まれなんで5が好きで、それすごいね、55年の5月生まれだから5だよね、やっぱラッキーナンバーはね。自分が永遠のプロ野球の大スターが松井秀喜さんなので、車のナンバーも55にしていますと。なるほどね。いやー、まあ後でまたちょっと話しますけどね、松井秀喜さんも55にしたっていうのは、王さんの年間のプロ野球のホームラン数55を超えるようにっていうことですよね。だからそういう55番の背番号ってそういうことからですよね。はい、さあということで、まあ、少しこの何倍もね、いっぱいメール来たんですけれども、さあこの中からですね、今週のメール大賞選びたいと思います。今週のメール大賞はこの方です。
クラカーちゃんおめでとうございます。クラカーちゃんクラカーちゃんはね、いやこれ俺全く同じ経験したことがあるんでびっくりしちゃったんだけど、私と主人が、まあ、所属している吹奏楽の SNS でのオフ会で、まあ、不定期的に合奏会に参加しているんですが、コロナや台風などの影響でいつもと違う場所で開催した時の話をさせてください。オフ会ね、一泊二日で行われたので開催場所の千葉から宿が取れた柏まで運転していきました。柏でやったんだ、一泊二日で。合奏して運転してかなり疲れていたので大浴場があると聞いて、ああよかったと迎えました。私のラッキーナンバーは5、5多いね、5番なので迷わず5番のロッカーに服を脱いで、入れて鍵を取ってお湯に浸かりました。よく温まって上がり、さあ着替えてと鍵を開けようとしたら開きません。何度やっても鍵が回らないのです。一緒にいたお客さんも回してみてくれたんですが開きません。インターホンがあるので見つけてフロントに電話すると、女性のスタッフは明日の朝5時まで出勤してこないのだとか、すっぽんぽんで途方に暮れてしまいました。しばらくして、じゃあもう一度とダメ元で鍵を回したら開きました。部屋に戻って主人に言うと、笑いながらも大変だったねと。ラッキーナンバーは未だに5番だと思っていますが、この時ばかりはちょっと考えてしまいました。これもね、いや同じ経験あるのよ。茅ヶ崎行って、その後にね、茅ヶ崎の結婚式場で司会があるからっていうんで、ちょっと髪型とかいろいろセットしようと思って、まあスーパー銭湯、茅ヶ崎のスーパー銭湯によって入ったんだ。で開演まであと1時間半ぐらいあったんで、まあちょっとだよね、30分ぐらいと思ったんだけど、開かなくなっちゃって、もう小さいタオルしかないからさ、どうしようと思って、でも携帯も中に入っちゃってるでしょ、何もできないわけですよ。俺どうしよう、このままどうしたらいいんだろう、何もできない。うん、でスポンポンだと不安だよね。クラカーちゃんの気持ちがよくわかります。傑作エピソードでした。クラカーちゃんおめでとうございました。さあではですね、先週いただいたリスナーさんすべて、読み上げていきたいと思います。大洗のひろちゃん、坂戸のよい子さん、カエルケレイさん、岡山の瀬戸ちゃん、ジョニーさん、栃木のライオン丸さん、大洗のゲーマーヒロンさん、クラカーちゃん、エリア51さん、王様の耳やコオロギの耳さん、町田っぺさん、常温コーラさん、あけみちゃん、中市のパワフルママさん、アンパイアさん、タギルナイトさん、ユッキーさん、キャンタマちゃん、ムー君、ケイコちゃん、平凡ファミさん、ふんわりこさん、ガッちゃん、ハマレオさん、ヤマジンさん、チャトランさん、アイラブグレックさんに、チャトランさん、スタジオありがとうございました。アイラブグレックさんに、デリさん、船吉さん、ゆうとくん、かおりん、こたつ猫さん、豆福さん、りょうさん、野球大好きさん、船橋のいたろうさん、じじいさん、かっぺだっぺさん、さらりさん、ドリームとうさん、肉グラ45さん、水戸のまさのむさん、しかちゃんに、なにわのグロッキーさん、ナイツさんでした。どうもありがとうございました。さあ、ではですね、今週のテーマです。いやー、ついにね、出ましたね、東京ヤクルトスワローズ村上宗隆選手、今いわゆる村神様、日本人選手のシーズン最多ホームラン記録、まあ、新記録ですね、まあ、それまでは王貞治さんが打ち立てた55本を抜く56本を打ちました。最終打席よ、まあ、王さんが55本を打ったのがですね、1964年だ、僕は生まれるずっと前ですよ、58年ぶりの快挙。ちなみに王さんが55本の記録を作ったのにちなんで名前をつけてデビューしたのが金ちゃん、萩本欽一さんと坂上二郎さんの、コント55号なんですよ。まあ、だからね、村神様には来年はね、バレンティンが持つそのまあ外国人も含めたね、プロ野球記録を抜く61本というのを打ってほしいですよね。でそしてね、村神様これだけじゃないんですよ、18年ぶりとなる三冠王も獲得。三冠王というのは打率、打点、ホームラン、この3部門でキングになることを、まあ、三冠王というんですね、一般的にはね。まあこれはもちろん令和になってから初で、史上8人目よ。どれだけすごいかというと、例えばノーヒットノーラン、まあ、今年4人も出ましたけどね、ノーヒットノーランの達成者がこれまで
87人、2000本安打、みんな一生懸命ね2000本目指して打つわけですよ。2000本安打の達成が去年の栗山選手、西武の栗山選手で54人目。200勝難しいよ、200勝で24人よ、たった。でさらにもっとすごいのが、まあノーヒットノーランというのはね、まあ、ヒット1本も打たれないで、まあ、0点で勝つことなんですけど、1個のフォアボールとかデッドボールとかエラーとかも出さない、1人もランナーを出さない完全試合、今年佐々木朗希投手が達成しました。これが16人いるのよ。だから史上8人目の三冠王がいかにすごいかっていうのが分かると思うんですけれども、まあ、それをね、いい22歳の若さで達成してしまったという、これまでの三冠王の最年少記録っていうのが、こういう神主打法のね、落合さん、落合博光さんの28歳。もうほんとさ、言葉が出ないですよね。まあ僕もプロ野球大好きで、まあ、小学校2年か3年ぐらいの時ジャイアンツファンでね、まあ、王さんの晩年ですか、あれからずっとプロ野球大好きに見てますけど、こんなバッターいないですよね、本当に。バッターとしては、まあ、バッターもやってピッチャーもやっちゃう大谷さん、ショータイムはまたちょっと別物なんですけど、打者としてこれは最強ですよね。いやだから今後ね、村上選手、村上様に抜いてほしいのは、まあ、さっきも言ったね、外国人も含めたシーズン最多ホームランの61本、バレンティンを抜いた61本と、あとは三冠王の回数、落合さんがね3回やってるんですよ。だから4回ね、だこの三冠王4回とホームラン61本、この2つを達成して海を渡ってほしいですね。で大谷対、村神様の夢の対決を期待してます。まあそんなわけでね、もう本当に記録ずくめになった今週の村上宗隆選手にちなみまして、今週のテーマは、はい、あなたの記録、新記録、新記録。まあ皆さんが持っているね記録ですよね。まあもう本当ね、小さなくだらない記録から大きな記録まで、これすごいよっていう、まあまあ、まあ、例えばいちご狩りでね食べたいちごの数とか、わんこそばで、食べたワン数、とかでもいいですし、まあ、もちろん学生時代の陸上すごかったんですね、県で何位に入りましたとか記録でもいいですし、あとはね、僕なんかはただいま人生最重量体重を更新しています。もうこれは結構昔からブカブカだったの、ピチピチになってきちゃった。でもね、みんな聞いて、今月ですね、まあ、あることにチャレンジして痩せる予定です。これはまた番組の中で言いたいと思います。まあ、あとはですね、今年はアイアンセットをですね15年ぶりに変えまして、本気でねゴルフのスコアの自己ベストと、あと平均スコアの更新を目論んでます。平均スコアは、自己ベストをですね、アベレージをこうしてキープしてます。はい、さあ皆さんからもたくさんのアクセス待ってます。初メールも大歓迎。メールはこちら fm762@fmparalun.co.jp です。ご自宅のパソコンや外出先のスマホで簡単に聞けます。パソコンだったらサイマルラジオ、はい、スマホだったらリスンラジオの無料アプリをダウンロード。今週のテーマは、あなたの記録、新記録、珍記録。